日の、神戸チキンジョージのライブどうもありがとうございました。盛り上がりました。でね、あの客席からね、広島サミットやってるから、急に裸足の弦やれっていうリクエストが来て、本当に練習もしてなくて、何年ぶりやろか。ね、京都大学で裸足の弦を演奏させていただきました。その様子を今日は見てもらいましょう。それではどうぞ。広島サミットを記念して、平和のために歌います。